ではでは行きたいんだけど、その前にこの安全な土地でケムストを進化するを押してみたいなと思っております。許されるかな、許されるかな。でももうあとさ、あの1レベルが上がったら、多分10になったらアゲハンドとかドクケールとかになるような気がしているので、今このタイミングで進化させてあげたいなと思います。どちらになるでしょうか。これ押したらもう進化でいいんだよね。おや、ケムッソの様子がそのまま見守るキャンセルが出たので、多分そういうことだと思うので進化させてあげましょう。まあどっちになるかな、ケムッソってどっちになるかすごいドキドキするんだよね。あ、なんかこうすごいね、進化の感じがすごいバチバチだね。語彙力が全然なかった。カラサリスに進化した、おめでとう。カラサリスは新しい技をひらめいた、ひらめくんだね。ではでは、多分もう一個レベルが上がったらアゲハントになってくれると思うので、このまま進めていきましょう。よしよし。あ、これで進化させても、捕まえたに入るんだね。向こうのケムソが可愛い。同じくカラサリスになるといいね。そして、私は、デンボクさんのところに行かなきゃいけないんだよね。こっちでいいの？こっちでいいんだよね。確か3階だよね。でもなんかガイドのマーク消えちゃったな。いや、合ってる気がする。合ってる気がする。ぐるりと回るはずなんだけど、ここ。あ、ここ、目回っちゃうんだよね。こっちで大丈夫だけど、いるねー。お二人いるねー。高尚な口論をしていたお二人。時間を大切にする人だね、こっちが。電木の旦那、バサギリはどうするんだい？新王様に仕え、戦っていたポケモンの子孫とはいえ、許しがたい暴れっぷりだぜ。席をいきなりだなー。時間は貴重。もったいないことはできねえ。時は金なりとも言うもんね。では、真珠団の大事なキングに対してどうせよと？真珠団のキングだからな。俺たち混合団は手を出せねえ。出したら、先代の時みてえにまた争いになっちまうからよ。だけどよ、旦那のところも怪我人が出たんだろう。ほっといていいのかよ。ちょっと大事な問題みたいだね。では、真珠団が崇めるキングを私たち真珠団自身で倒せ。そう言いたいわけか、混合団。思っているけどよ、口に出して言ってないだろう。思ってるんだね。思ってはいるんだね。一緒だバカ。ストレートだった。そもそもキングであるバサギリが荒ぶり暴れる理由が謎だからね。それは俺も気になる。混合団の歴史でも初めてだからよ。来ていたのか。ああ、私だね。メイダ、調査隊の新入りとなる。その名前、ヨネから聞いたぜ。怪し氏に好かれたんだってな。そうか、あんたが時空の裂け目から落っこちてきたすげえやつなのかよ。俺は関。混合団のリーダーの関だ。オサってのは古くせえから勘弁な。この人がオサだね。してこっちの人、時空の裂け目の向こう、新王様がいるやもしれない空間から来たというのか。私はカイ、真珠団を率いる辛抱遠慮なオサだ。本当に裂け目を通ったのか、どうにも疑わしいのだけど。どう証明できるかっていうのがわからないもんね、未だにね。落ちてきたのを見てた博士のその言葉しかないもんね。どうだろう。まずはこの者に、バサギリの調査をさせるというのは。裂け目から落ちてきたという怪しい新入りに、バサギリの調査を。そうだよね。多分この解散側はちょっとこう大事なキングみたいな感じの言い方をしてたもんね。おめえもオサとしては新人だろうが、オサになりたての人なんだね、きっと。解散は。オサとして寛容なのは年数ではなく
広大な翡翠の大地を恐れぬ心だ。だったらよ、新入りでもいいじゃねえか。いいぜ、電木の旦那、あんたの話に乗った。ボールでポケモンを捕らえる銀河団のお手並み拝見しようや。それが気に入らない。新王様はポケモンが暮らすため翡翠の大地をお作りになられた。私たち人間はポケモンの友であり、上下の関係など不要なのだ。銀河団がボールを用いるのは支配ではなく共存のため。まずは任せていただきますぞ。名誉、任務だ。バサギリを調査せよ。わかりました。もう、これはもう、わかりましたと言わざるを得ない雰囲気。わかりました。頑張ります。空から落ちてきたお前を怪しむ者はそれなりにいる。信用を得るため、粉骨再進、働け。荒ぶり始めた森キング。おうよ、時は急げってな。森キングバサギリは新王様より力を得たポケモンの子孫。その強さは他のポケモンの比ではない。ああ、ここで終わってしまったね、お話がね。ああ、でも電木さんがお話ししてくれる。私たち銀河団は後から翡翠地方にやってきたよそ者だ。金剛団、真珠団とは揉めてはならぬ。わかるな。先住民さんだから、自分たちが新入りさんだからかなぁ。と、ああ、後ろに隊長がいる。メイ、団長の任務について話す。調査隊室に来たまえ。と、呼んでもらったので、では、下に降りていきましょう。と、他の人たちもガイドのラインが出ていたので、この人ともお話ししておくべきなのかな。ゆきえさん。あら、あんた、いいところに。ねえ、漬物石を探しているの、手伝ってくれないかい？壺の上に収まる大きさと、しっかりつけるための重さは大事だね。あと、壺から動かすのは重いからね、自分でどいてくれると最高だよ。そう、獅子の高台にいるという石つぶ手が気になるんだよ。私は家に戻るから、捕まえたら教えに来てちょうだい。だって、じゃあ石つぶ手またゲットしていかないといけないね。程よい漬物石。漬物石になってくれるかな、石つぶ手自身が。大丈夫かなっていうちょっと不安はあるんだけれども、まあまあまあ、隊長、あれ隊長、隊長どこ？ここ何階だ？今、まだ2階か。では、1階に降りて、違う、ここ地下1階だ。あー、もう迷子になってしまっているけれども、ここが1階で、ぐるりと見渡して、こっち。で、隊長のお話を聞きましょう。あ、テルさんもいるね。あー、どんな感じになるんだろう。あ、また博士がお話ししてくれてる。メイくん。ラベン博士、お話を。メイ君、君はバサギリのこと、荒ぶる理由を含めて調査するのですね。で、そう、それがちょっと不安な感じなんだよね。ですが、バサギリは強いです。バサギリに襲われた警備隊がモンスターボールを投げたのですが、全く捕まる気配はなかったとのこと。気性が荒いのとも違うようです。確認する。極めて危険な任務だが、受けるのだなぁ。断りたいです。断りたいですがあるけれども、もちろんです。にしましょう。お話が進まない気がする。よろしい。君に情報を提供する。金剛団、真珠団にとって、キングと呼ばれるポケモンは、新王様のお使い。キングが好むとされる場所、キング場にお供え物を捧げ、感謝する祭りを行うという。では、バサギリへのお供え物の材料が分かれば、何かしらの対策になるかも。じゃあ、でもそれは、カイさん
側に教えてもらえたりはしないのかな。関さんがちょっと決めポーズをしていたけど、ヨネさんがメイ話があるんだよねって言ってくれている。いいか、時空の裂け目の向こうは神王様がいるかもしれない世界。そして金剛団が崇める神王様は時を司る存在よ。あんたが時空の裂け目から落ちてきたということは、時を超えた可能性があるってことだ。そんなすげえあんたに頼みたい。バサギリだが、調査はもちろん、とにかく沈めてくれねえか。今だって暴れてるみたいなお話だったもんね。関さん、今まさにその話をしていたのです。お、あんたが噂の学者先生だな。今度いろいろ教えてくれよな。で、さっきの続きだ。森キング、バサギリは、真珠団が崇めるポケモン。あいつら真珠団としては、てめえたちで何とかしたいだろうし、銀河団には頼みづれえよな。それに、俺たち金剛団も同じ悩みを抱えているのよ。遠い山では、金剛団がお世話するキングも荒ぶり出してよ。確かに、金剛団と真珠団は揉めていた歴史がある。だがよ、同じ翡翠で暮らす以上、問題は皆で解決しないとな。ただ、強いポケモンと戦えるようなすごい奴はそうはいない。あんたが頼みの綱なんだよね。バサギリがいるのは、奥の森の先、巨木の戦場。キャプテンの名前はキクイ。頭の切れる子だが、ちょいと間抜けなところもあってね。大好きなバサギリのことなら聞かなくても何でも話してくれるさ。とにかくよろしく頼んだぜ。あんたなら大丈夫じゃあなーと言って行ってしまったけれども、お関さんのところで暴れている子もバサギリなのかな。言いたいことを言ったら消えた。時間を大事にするってそういうことかーって、ちょっとテルさんがしょんぼりお目目で言っている。博士が関さんたちの言う通り、バサギリを調査するのでしたら、居場所に向かうのが一番ですね。巨木の戦場ならできたばかりの高台ベースから向かうといいぜ。あと、放牧場で頼れるポケモンを選んでおくのも大事だな。と言ってくれたので、その戦場に、を目指していきましょうということだね。で、キクイに出会うっていうのがあったから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、修造さんがお話ししてくれてる。材料を拾えなかった。ポーチがすぐいっぱいになる。お前さん、そんな経験があるなら、俺の話を聞きな。さんはさせないぜ。あ、ポーチを大きくしなきゃいけないみたいなお話があったやつだね、きっとね。ポーチ拡張するよっていうそのままの感じで言ってくれているね。収納術を学べば全然上手に言えなかった。収納術を学べばさらに多くの道具をポーチにしまえるぜ。どうだ、収納術を学んでいくかは教えてもらおうかな。いい心がけだ。指導料が100円だ。100円お願いしましょうか。毎度あり。では、ちょいと耳を拝借。これ、ゴニョゴニョって感じなのね。ポーチに道具を1種類多く収納できるようになった。ほらよ、収納次第でたくさんの道具が入るだろう。ポーチにもっと道具をしまいたいなら、1段上の収納術を教えるぜ。あ、いっぱい教えてもらった方がいいのかな。教えてもらっておこうか。いい心がけだ。指導料は200円だ。値上がりしてる。値上がりしちゃった。まあ、お願いしておこうか。でも、それぐらいにしておかないと、あんまりお金ないもんね。ちょっとこれぐらいにしておきましょう。また今度。道具をあと1個拾えるかどうかで命を拾うかもしれないぜ。そう言われると、ちょっと不安になっちゃうじゃない。そしてその前何を言ってたかな。そう、キャプテンのキクイさんっていう人がいるみたいなことを言ってたと思うから、戦場でその人にお話を聞けばいいんだよね、多分ね。
って思うんだけど合ってるかな。ちょっとポーチはどうなんだろう。今のところ拾えなかったみたいなことは言われていないから大丈夫かなと思いつつ、ホーバク上でっていうお話もあったけど、今のところメンバーはこれでいいかな。タイプもね、被ってないので、ちょっと気になることいっぱいではありますが、この人は？この人もガイドが出てる。はじめましてだよね。サビさん。ポケモンに警戒されたら、オレンの実を投げつけ、注意を引いて、その隙に逃げれば大丈夫。おや、調査隊。僕はこれから原野に行くのだよ。そう、玉石を集めにね。でも、持っているオレンの実が少なくてね。オレンの実は知っているかい？ポケモンはオレンの実を食べて体力を回復させるからね。投げつけると、ポケモンの注意を引けるのだよ。要するに、野生のポケモンを避けるため、オレンの実が必要なんだよ。調査隊、良ければ僕のためにオレンの実を5個集めてきてくれないか。オレンあれば憂いなし。と、今持ってるね。いっぱい持ってるので、この人に分けてあげましょう。オレンの実の数が心もとないんだ。5個でいいから分けてくれないか。どうぞ。そしてオレンの実を渡したら、ありがたくいただくとするよ。僕のために集めてくれたのだね。そう。持ってただけとちょっと言いにくいな。そうですと言っておきましょう。ありがとう。空から降ってきてもいいやつはいいやつなんだな。それじゃあ、君からもらったオレンの実をポーチに詰めて、君の期待に応えて、玉石集めを頑張るよ。はーい、いってらっしゃい。お気をつけて。元気のかけらをくれたね。よし。では、私も調査に出かけるとしましょう。なのですが、なんだろう？イベントが始まってしまった？さて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。